井上ふたばはシドニー生まれの日本のピアニスト。外交官、井上孝二郎を父としてシドニーに生まれる。兄は生物学者の井上シニア。4歳の時ベルリンにて、東山津屋の下でピアノを始め、その後ブダペストにて音楽教育を受けるなど、幼少期の大半をヨーロッパで過ごす。帰国後は黒沢愛子、豊松昇に指導を受ける。 東京音楽学校入学後は、安川和子に指示し、本家ピアノ科卒業、同研究科修了。1953年デビューリサイカル開催。1957年途仏。パリにて、ラザール・レビンに約1年間指示。1967年、フランス青少年音楽協会と民音との交換芸術家第1号としてフランスに派遣され。 地方都市23カ所でリサイタルを開催。その後、ブラド・ペルル・ミューテールに指示。この間ソロ活動のほかジャン・マルティノン、ジャン・フルネ式で NHK 公共楽団定期公演に出演するなど活発な演奏活動を展開。また、フルートのジャンピエール・ランパルの共演者としても知られる。1974年、ガブリエル・フォーレ没後50年を記念して、日本人として、 初めてピアノ曲全曲連続演奏会を開催。その成果に対し第5回福山賞を受賞。長年エリザベト音楽大学にて教育活動に携わり、現在の大学名誉教授。日本演奏連盟会員、日仏音楽家協会会員、日本フォーレ協会顧問。デビュー以来、フランス近代の作品をレパートリーの中核とした活動を続けている。 最近では2014年11月にガブリエル・フォーレ没後90年を記念して独奏会を2016年10月には声楽家、古沢敏子の生誕100年を記念した演奏会を催し、健在ぶりを示している。現在まで東京における自主リサイタルは36回を数え、室内楽、伴奏、講習会なども合わせ、今なお積極的な活動を続けている。 日本ピアノ界の重鎮である。ベーゼンドルファお好み、可能な限りそれを使用している。現代音楽にも積極的に関わり、かつて長野県軽井沢町で開催された現代音楽祭の常連であった。昭和20年代においてすでに、レナード・バーンスタインの公共曲、第2番、不安の時代、バルトークのピアノ競争曲第3番を演奏している。また、ヤシロ・アキとは、 幼馴染みでもあり、多くの作品を検定されている。松平頼常の美しい日本は全曲が彼女の手で放送録音された。ありがとうございます。